つを厳選。それが下鴨神社。仁和寺。そして二条城。それぞれの世界遺産の特に優れた伝統技術を海外のプロが視察していきます。世界遺産を支える一流職人が厳選。伝統技術に優れた京都の三大世界遺産。まずは下鴨神社。見方を変えてきました。せり出しが一つの一手先、せり出しが二つの二手先、そしてせり出しが三つの三手先と、せり出しが多くなるほど構造が複雑で緻密な設計と建築技術が必要になります。ここみんなに食わせるな。